ます。おはよう。今日は初めてのダンス連ですね。そうですね。ちょっと私本当に踊れないから、やる気は満ちてるんだけど、頑張んないとって感じ。何の曲をコラボするんですか？桃色クローバー Z の黒い週末です。練習1日目行ってきましょうか。頑張るぞ。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。変なことあったら道やってください。わかりました。めっちゃじゃあ行きます。お願いします。じゃーんじゃーんじゃーん。じゃあ後ろから、後ろ前、後ろ待って、1、2、3、ナイス。それです。黒い週末カモンバディ。ナイスです。そしたら続きいきます。はい、この手パーにした手をグーにしながら1、2、3、戻す。1、2、3、戻さない。はい最後は戻さない。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。1日目お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？楽しかった。なんかやっぱりカウントが取れないところとかあって、なんかできないなって悔しいところもあったけど、先生に振り入れ早いって褒められたし、なんかこれを自分の中でもっとブラッシュアップしてかっこよくなったらいいなって思いました。あの本当にきついこれ歌いながらやってんだと思ってびっくりした。だってもう汗なくなったもん、一曲だけで。暗い週末、come on lady っていう感じでしょうか。頑張るぞ。おはようございます。家で練習してきましたか？うん、ちょっとだけで、この数日前っていうか3日前くらいがあのライブやってたんで、ちょっとこの2日お家でゴロゴロしてましたでもライブの前はかなり練習してたんだけど、ちょっとこの2日サボってました。じゃあ今日のボイトレで、うん、取り戻していただいて取り戻します。はぁ、頑張ってください。ずっと寝てた。ずっと寝てた頑張ります。おはようございます。すいません、ちょっと遅れちゃいました。よろしくお願いします。いいですね。どうぞ。
たたた。じゃあ行きます。ここまで魂ワン、ツー、スリー、フォー。魂を揺さぶって締め切って戸を引き裂いて。 OK、 最後の行だけです。あとはバッチリ。魂を揺さぶって締め切って戸を引き裂いて。 OK、 じゃあコードでいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。魂を揺さぶって締め切って戸を引き裂いて。真剣な声が聞こえた。 OK、 響けライディ。もう一回せーの。響けライディ。黒いシューマーツカモンライディ。忘れない過ごした場面を。箱舟のように抱きしめていた光る週末。バッチリバッチリ、よかったね。最後いい感じでした。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、あっという間だった。うわ、はい、ごめん、休憩もしないでやっちゃった。ごめんね。、ありがとうございます。お疲れ。いい、でもぐっと良くなったね。おはようございます。おはようございます。今日は何の日ですか？今日は横ありのリハビです。行ってきます。そんな寒くないね。そうですね、年末なのに。お父さん、本番2日前ですが、僕はどうですか？調子？いいです。結構練習しました。家でやった。アトリエでやりました。あ、やってましたね。うん、はあ、不安だよ。うまくできますように。今日初めてももクロさんと合わせるんですね。そうですね。緊張します？緊張する。何話しますか？なんか話した方がいいのかな。人見知り。はい、行きましょう。いよいよですね。いよいよですね。みんなバッチリ。不安なんだけど。こちらです。なんだって？ちょっとリハはついてきちゃダメです。ね、ダメですか？ダメ。映したい。映したい。映したい。じゃあ怒られるけど来なよ。あれでしょ。まだいいですか？まだ寝ますっていいですか？どういうこと？まだ撮っていいですか？ダメ、ダメ。もうダメ。ダメ。終わったー。お疲れ様です。どうでしたか？緊張した。なんかめっちゃ喋ってましたよね。そんな喋ってないよ。え、あのこの曲が好きでリクエストしたんだって話してた。喜んでくれてましたか？いや、この曲をあのメドレーのセットリストが発表されたけど、みんなこの曲を一緒にやると思ってないと思って、言ってて、意外だったってすごい言ってました。一緒に行ってきます。はい、よかったです。衣装どうですか？かわいい。かわいいですね。全身ボタンでかわいい。着させてもらえるとは嬉しい。気合が入りました。頑張るぞ。お疲れ様でした。どうでしたか今日？へえ、よかった。おそらくもう結構バッチリ合ってましたよね。本当？はい、あの振りがちゃんと入ってて安心した自分で。褒められてましたよね、ダンスの先生にも。うん、褒められた。もう完璧ですねって言われた。明日はいよいよステージでのリハですが、うん、どうでしょうか、意気込みは？意気込み？そうですね。明日って衣装着れるのかな？着てやります。あ、着てやる。あ、だったらまた衣装着たら違うと思うので、ちゃんと見た目が綺麗になるように頑張りたいと思います。では明日もよろしくお願いします。お願いします。おはようございます。
前日リハ。おはようございます。よろしくお願いします。今日は通しリハですね。あ、通しリハなんだ。通し。分かってなかった。どういうこと？他の、あのアイドルメドレー全体の投資リハで。あ、そういうことか。はい、ございます。鈴木愛理ちゃんだ。可愛かったですね。可愛かった。いろんな人がいますね。ね。さっき、恵子さんと挨拶されてましたね。オーラすごかった。これから投資ですね。